ドジャースのジャスティン・ターナーが2021年の大谷翔平選手の活躍を称賛した。2021年の二刀流での大活躍で MLB の枠を超え、もはやスポーツ界の顔とも言える AP 通信の2021年最優秀男性アスリート賞に大谷翔平選手が満票で選出されたことについてジャスティン・ターナーが大谷選手を称賛した。 ターナーはオールスターに2度選ばれたドジャースの中心選手。2017年、大谷選手がメジャー挑戦を宣言した際、積極的に獲得に動いたドジャースの交渉の席に、カーショーらと同席していた、大谷選手と少なからず縁のある選手である。そのターナーが、 大谷選手が受賞した AP 通信の2021年最優秀男性アスリート賞の選出について次のようにコメントしている。ドジャース専門メディア、ドジャーブルーが、今回の大谷選手の受賞が、マウンドと打席での多大な貢献により、満場一致でアメリカンリーグ MVP に選ばれた。と紹介している。この結果にはターナーも納得を示し、 彼がしたことは、どこからどう見ても特別なことだった。本当に良かった。あれは最高だった、と絶賛の言葉を並べた。ターナーは過去、2021年7月米放送局、ESPN、のスティーブン・ A ・スミス氏が、野球界の顔とされる選手が、通訳を必要とするような人物ではいけない、と、大谷選手に苦言を呈した際、 ターナーは彼は地球上で最も偉大な選手。大谷は今、野球界の顔なんだ、などと擁護していたことについても、同志は紹介している。球界のスターからも絶大な支持を集める大谷選手。現在、メジャーリーグがロックアウト期間中という状況にもかかわらず、絶えず現地メディアの話題に上がり続けている。 2022年の活躍が待ち遠しい、都道メディアが言及する通り、来季のパフォーマンスに期待は高まるばかりだ。